こんにちは、上野ありさです。そして親かなです。今日はかなちゃんを呼んで、お互いに、質問をし合って、はい、案外長いビデオになったんですけど。長かったね。なんか話からどんどん発展しちゃって、女子会みたいな2人のカフェでのトークみたいな感じのビデオに仕上がったんですけれども、はい、かなちゃんのことも知れるし、私のことも知れる、はい、いいビデオになっているので、ぜひこのまま見てください。はい、では早速どっちからいきます？どっちでも。じゃあ私から聞いていいですか？もちろん。新しい試み、しょっぱないきますね。うん。恋愛では毎日連絡取りたい派ですか？うん。それともあまり連絡を取らない派ですか？人による、相手による、合わせる、委ねる。じゃあ相手がかなに合わせるって言ったら、遠距離してるじゃない、はい、超連絡取ってますでしょ。だから遠距離してるとそれしかすべがないですよね。すべがないっていうか、することがないじゃん、はい、なんか会ってじゃあデートしてご飯食べ行こうよとか、うん、なんかじゃあ映画見に行こうよとかっていうことがデフォルトでできないから、うん、そうすると連絡を取り合うっていうことがお付き合いになるじゃん、うん、確かに確かに。遠距離だと、だから遠距離の時は結構してる。へえ、連絡してる。その結構してるっていうかなちゃんの結構してる、うん、それはどのくらいの頻度ですか？結構してる。もう相手が起きてる時間はまあ適当に話してみたいな。ああ、でもね、朝起きておはよう、うん、夜寝る前のお休みは基本で、うんうん、それ以外はなんかタイミング合えば何をしてるかとかですか？今日はこんなことしたいよ。電話で一回は絶対話すかな。その寝る前と朝起きた時以外で一回どっかで電話、どうみたいな、元気してるみたいな。元気してるっていうか、なんか撮影があったりとか、向こうになんか大きな仕事があった時とかは、なんか今日あれだねみたいな、なんか頑張ってとか、あとはなんだろうな、じゃあ何してんのみたいな。私もっと淡白だと思ってました。なんかいや一緒みたいな、なんかいやほっといてよぐらいの感じかと思ってました。あれ、うん、どうかな。でもなんか分かる、デフィニッション、よく連絡取るのデフィニッション、定義はどれぐらい、普通どれぐらい。私マジお互いが起きてる時間は1時間に1通はミニマムで。ミニマムだ。ミニマムですね。あ、それより全然少ない。ポン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 、ずっとラリーみたいなやつ。ラリーだし、意味のないこととか、あと実況中継、あ、今これしててとかみたいな、うん、あと、ま、電話もお互いの空き時間は1日多分5、6回電話してる。すごいね。それはすごいね。それはしてるね。だからなんか相手の行動も自分の行動もお互いが把握してるし、うん、なんか別に聞かなくてもお互い言うから、今から何とかするよとか、うんうん、あ、すごい。なんかでもそれをもう3年半すごいやり続けてるから、もう何も片手でみたいな、うん、そんな感じです。もう慣れてるっていうか、それが当たり前みたいな感じ、うん、あ、それはすごい。でもかなちゃん、なんかもし遠距離とかだったら、うん、なんか、まあ、週に1回ぐらいでそんなことない。そう、付き合ってなくてよくない。あ、そっか。うん、それはないわ。それはなんかちょっと親近感っていうか、女子な一面がちょっとどういう人間だと思われてるんだろう。彼女が恋愛してるとことかあんま見たことない。恋愛してるとこっていうか、うん、彼氏といるところとか、うんうんうん、なんかそういう場に居合わせないじゃないですか。そうだね。だからそのお付き合いとかするとどうなるのかっていうか、どういう感じなのかとかも分かんないから。でも聞かれること多いかもね。カナってさ、恋愛するとどんな感じなのっていう質問を受けることは多いかもね、うん、すごい想像がつかない。あー、でも1日に5、6回とか電話するとかっていう感じだったら結構淡白なのかも。1日に3回以上電話することあんまないかもね。そうなんだ。じゃあ次。はい、これは今回ビデオを見てくれてる皆さんは、こ
ここがどれぐらいの付き合いかっていうことを分かってないじゃない。 でまずアリサちゃんと仲良くなったのは多分ディオールだよね。そう、ディオールのお仕事で韓国だよね最初。韓国に行った時に初めてなんかちゃんと喋るように会ったりはしてたんですよね。なんかパーティーとか共通の友達が結構多いから、うん、そこからなんか何回か一緒になってって感じで今回このビデオをやることになったんだけど、今のこのアリサちゃんをもちろん知ってるんだけど、はい、あの何者かっていうところ。なるほどなるほど。そう、なんか何者かっていうか、なんかあの昔を知らない人とか、あ、例えばなんかアリサちゃんのことをあんまり知らない人とか、何者ですかね。そうですよね。何者なのかあんまり分かってないんですけど。何者なのかなっていう。もともとはギャル雑誌に出て。あ、そうなんだね。ラン好きとかオブティーンとかに出てて。で、それが高校生の頃、17の時に。え、今いくつだっけ？28です。あ、そっか。11年前か、うんうんうん、に雑誌に出始めて、うん、で、その後、まあ、大学受験があったんで大学行って、うんうん、大学行くと同時にそっからまたギャルのちょっとギャルの中のお姉さん雑誌みたいなそのあるよ、ね、ブレンダとかそういうのに出てて、でブレンダに出てる時ぐらいに、まあ、アパレルやらないかっていう声をかけてもらって、うん、でフィガン&バイパーを始めて、うん、でフィガン&バイパーで結構一気に火がついたというか、うんうん、それで自分で PR とか、まあ、モデルのブッキングとか、うんうん、デザインもそうだし全部やってて、うん、で、まあ、仕事それがメインの仕事で、雑誌とかはもうなんか読者モデルとかそういうのじゃなくって、そのフィガン&バイパーのなんかおしゃぴーとかが流行った時代で、あったね。そう、その流れでこう出るようになっていって、うんうん、こう人物フォーカスされるようになっていって、うんうん、でも DJ も二十歳からやってて、あ、そうなんだね。それで、まあ、遊びで最初やってたんですけど、どんどんこう自分の名前が売れていくにつれてブッキングも増えていって、うんうん、でどん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 こういった感じだったんですけど、そうなんだね。そうです、だから別に今とやってることはそんなにもう二十歳ぐらいの頃から変わらないんですけど、もともとこういう表に出るようになったきっかけはポップティーンとかラン好きとかギャル雑誌でした。そうなんだ。でビビをめっちゃ読んでかなちゃんを見てました。かなちゃんの太ももの太さは48cm。 細い。自分の履くって 42cm とかだったんですよ。違う、でかなちゃん非常に細くて、当時そうだね、 42cm とかだったたんですよね。なんかモデルのなんかあったあったあった、あった、なんか当時そのモデルのディティールみたいのをやるブックインブックみたいなのがあって、そうそうそう、この寸法8人ぐらい並んでるやつ、寸法を測られたんだよね。すごい時代だよね。そうで、あの長谷川純ちゃんはやっぱセクシーなカーブボディだから、うんうん、確かなんか太ももが48センチとかだったけど、かなちゃんはもう38とか42とかの38、ほんとそのレベルで、そうだったっけ。どうやかなちゃん細って思ったの、その時もう細いのめっちゃ流行ってたじゃないですか。流行ってた、細いの流行ってた、すごいすごいみたいな、超覚えてますよ。じゃあ次の質問です。うん、一日の日常的なことでこれだけは欠かさずしているということ、メディテーション以外で。あの続けることが結構苦手なタイプで。意外、結構苦手、なんか超意外です。あのね、帳尻を合わせるタイプ。どういうことですか。なんか例えばじゃあ2週間後にこの例えば、うん、仕事があって、うん、じゃあそれまでにどう体をこういうふうに仕上げたいとか、なんか例えば原稿とかもいつまでにとかって結構期間ちゃんともらってるのに、うん、なんか3日前とかになんとかしようとするタイプ。あ、夏休みの宿題とか最後にやるタイプ。毎日本当に絶対欠かさず続けてることは歯磨きとシャワーぐらい。歯磨きとシャワーぐらいしか本当にない、本当にない。それ以外あんま、あ、でもスキンケアも多分みんなはあれですよ、アロマを炊くとか思ってない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 、やってないやってない。毎日絶対やってること、あ、ネットリックス見てるの。毎日絶対、嬉しい、私と一緒だ。毎日絶対やってることって言ったら、え、毎日絶対見てるんですか。絶対見てる。何見てます。何かしら見てる。え、ちゃんとこう見てるのか、それともながらみ。あ、ながらみもやるし、なんかとりあえず帰ったら一回つける。
めっちゃ同じめっちゃ同じです。帰ったらクソ人間だと思ってました自分のこと。あ、でもへこむ時あるあります、あるあるある。超なんかあのさ、なんかまだ見てますかって出るやつあるじゃん。わかる。あれ結構へこまない？なんかすいませんみたいな、見てますみたいな、見てますみたいな。私1日で1シーズンとか終わらせちゃう時とか。あ、全然わかる。何やってんだろう、暗くなっちゃった普通にそういう日曜とかある、あるある。もう私多分あの何でも中毒性があるっぽく、中毒になりやすいのか、うん、Netflix とかもシーズン始めるともう移動、タクシーの10分の移動でも見るしなんかそこまでは見てないそこまでは見てないな次の質問で、はい、なんかすごい海外も行ってるし、はい、なんかインスタとか見てて超絶忙しいなっていう、なんか友達の中でも、はい、マジで忙しい人に入るの。アリサちゃんが大谷かなちゃんの友達で忙しい人に入るってちょっと嬉しい。いやなんか海外もすごい行ってるし、海外から帰ってきた日に撮影とか、はい、海外から帰ってきた日に仕事を何本かやったりとかしてて、はい、1日もなんかあれさっきまであのパーティーにいたけどあのこっちにあれさっきまで撮影してたけど、はい、あ、まあ、今日はこっちのパーティーにいるんだなとか、はい、そう思ったら、あ、その後なんか外国人の友達と遊んでるなとかなんかすごい忙しいっていうイメージがあって、はい、なんか私血圧も低いし、なんか私も低いなんか昼寝とかも結構毎日したいタイプで、ゆっくりなの結構、はい、だからなんかその多忙のスケジュールを乗り越える秘訣。え、でも私あの多分もうそのゆっくりカルチャーがないんですよ。もう昔から中学生とかの時からこう予定が空白なのが、あ、嫌なの、ストレスで。え、中学生から手帳とかにこう、でも休む日とかは作るんですよ、休む日、予定を入れない日で、それもスケジュールみたいな。あ、へえ。もうスケジュール化されてないと超ダメなタイプで、うん、で、なんか、まあ、フィグとか始めてからもう忙しくしてて、うん、大学時代とかは遊びでめっちゃ忙しかったんですね、うんうん、で、それも、まあ、毎日、まあ、いろんな人と出会いたいし、いろんなことしたいから、うんうん、毎日遊んでて、で、仕事始まってからはなんか行けるっしょっていうスケジュール感を送る。今結構まだ落ち着いてる方なんですよだってこの間すっごい時間差だったよいつですか？いつかな。でもこのビデオを撮るってなってから2回リスケしてるんだけど、それは本当に全然さ大丈夫なんだけど、なんかそのリスケした日とかも、え、忙しそうみたいないや、そう、なんかなんか3、4年前が本当にやばくて、うん、その DJ が一番こう EDM みたいなのが流行ってた時に、うん、地方とかのブッキングが多くて、もう自分がどこにいるか分かんないぐらい、もうまあなんか今そのスケジュールとか見返すと、え、どうやってたのって自分でも思うぐらいのスケジュールをこなしてて、もしかしたら今やってるスケジュールが3年後の自分がそう思うかもしれないんですけど、うんうん、でも最近はちょっとこうなんか休むこととか覚えて、家にいるとかいうことを覚えてきたんですよ。だから Netflix を見たりしてて、それまでは家でテレビを見るなんていう習慣もなかったし、だけど風邪はマジ引きますだから逆に聞きたいぐらい、あの何も飲んだりしてないんですよ。ビタミンのサプリとかも飲んでないし、風邪引きそうって思ったらカッコン糖を入れるぐらいで。あ、言ってたね。そうするとまあ聞くよね。聞くよね。気の問題もあるんですけど、うんうん、風邪は全然多分先週引いたのにまた引いたというか言う時もあるぐらい風邪引くけど体から悲鳴出てるそれすぐ病院行きます。あ、もう絶対早めのお医者さんは信じてるから、うん、すぐ病院に行くぐらいそうなんだ。健康管理はなんかじゃあ好きなんだね多分。でも暇が怖くて、最近だから彼氏ができてから結構ライフスタイルが変わって、うん、私人生2人目の彼氏なんで。あ、言ってたね。そうだから彼氏がいるっていうなんかライフスタイルがほぼ初めてなんですよ、うん、それで結構なんかなんだろう、あ、こういう風にしてるのもありなんだみたいな。今までは一人で自分のための時間、うん、自分のためのお金みたいな感じだったんで、うんうん、もうガンガン何でも入れ込んで、うん、遊びも入れて人になってないと寂しいじゃないですか、うん、多分それで彼氏いなくて成り立ってたんだなと思って、最近はなんか土日に予定を入れないとかいうのを覚えてきました。でも海外行っちゃうんで、うん、本当って思った今嘘だよねって思った海外に行っちゃうからこう自分を懲らしめてる懲らしめてるえ、痛めつけてるとか
日本にいる間にこうパッて入っちゃって、あ、ギュッと働いてこんななっちゃってる、お休み、はい、ちゃんと休むみたいな、はい、オンオフみたいなみたいな。で、海外も大体仕事なんですけど思ってたけど言わない方がいいかなと思って、なんか休むっていう体で今してたから言わなくてもいいかなと思ったけど、丈夫なんだね。丈夫っていうか、なんかメンタルが丈夫なんだね。多分クソポジティブですということで秘訣はなかったですね。失礼しました。メンタルが強いって。かなちゃんの性格を自分なりに教えてください。大谷かなとは、大型サソリ座一人っ子的な、もう以上って感じ。そんなに別に複雑でもないし。人見知りですか？うん、人見知…あ、うん、良くなったけど人見知りだね。受け入れるまで時間がかかる感。そうだから私すごいかなちゃんってクールなイメージだと思ってて、うん、なんかしかも自分がこう雑誌で見てた、それこそ太ももの存在まで知ってるぐらいの感じだから、うん、なんか、あ、大谷かなちゃんだと思って、 もちろん友達とか共通の友達がいて居合わせて、うん、どうもはじめまして上野梨沙ですみたいなのがあっても、うん、それ以降の会話になんか自分からこう行きづらい感じ、うんうん、し、なんか、ま、乾杯みたいなみんなでやって、そんな感じ でそのディオールの時に、うん、まだあの旅に行く途中のラウンジで空港の、うんうんうん、一人でイヤホンつけて本読んでてみんなでちょっとキャピキャピしてる中あ、読んでたね。そう、それでどうしようと思って、でも声かけ、なんか これからみんなの旅だしでもやっぱかなちゃんはこう一人でやっていくのかな、この2泊3日もとか思っててうん、うん、でも多分私が唯一なんか何度かお会いしたことあるみたいな感じで、うん、でももこちゃんとか初めてでしたよ。もこちゃん初めてだった。 それで、うん、なんかでてか全員初めてだった、うん、みんなでおしゃべりとか美容の話とかしたりして、うん、テーブルも一緒だったしね。そうで、かなちゃんがクラブに誘ってくれたんですよね。あ、うん、誘ったね。それで一気にギュッと仲が深まったと私は認識してます。確かに、あのそうかも。伝説的な夜あの夜は伝説でしたね。自由が過ぎるなっていう、うん、全員だからなんかいいバランスでこう定期的にご飯とかみんなで行ってますよね。そうだね、みんなで、うん、行ってるね。ちょっと変わった大人になって。そうだね。だからなんか、あ、でも一人の時間はすごい大事にするタイプで、うん、なんかずっとみんなと一緒にいれないかな。それはそうかも。なるほど。あとなんだろうな。あ、でも一回大事に思ったというか、一回受け入れた人のことはすごく大事にするかも、うん、あ、そういうイメージ。なんかそのやっぱ受け入れるまで時間がかかるのもそう、その理由だと思うんだけど、うん、一回なんかじゃあ大事に思ったら、それが女の子であれ、うん、男の人であれ、なんか長く大事に思うっていうか、うん、例えばそれで喧嘩とかしても、うん、ちゃんとずっと元気にしてるかなとか、なんかいい生活、いい生活というか、なんか充実した生活を送ってくれてるといいなとかっていう風にずっと思ってるかな。素晴らしい。狭く深く派っていう感じですか、どっちかというと。そうだね。なんかでももっとフットワークが軽いというか、なんかその人と仲良くもっとなる方が楽しいし、相当顔広いですけどね。みんな友達じゃないですか、そんなことない。そんな、そうじゃないです。アリサちゃんだよ。え、大型ということは大雑把っていうことですか？大雑把ですね。それが本当に意外。なんか超絶大雑把ですね。めっちゃきちんとしてそう。全然だねすごい意外です。あとは褒められて伸びるタイプなの、うん、だから人目がない時の堕落感はすごいかも。はあ。だから家とかも人が来なかったら結構もうずっと汚いし。え、汚い。嬉しい。めっちゃ嬉しいそれ。汚い汚い。結構汚い。え、もうだって私あの行ったことないから写真のかなちゃんのお部屋しか知らないですけど、うんうん、保存してますもん。だって写真撮ってるんだもの。写真撮るんだもの。結構なんかやりっぱなしが多い。うん、意外、それ相当親近感。やりっぱなし多いね。なんかあのちゃんと終わらせることが多分苦手なんだよ。へえ。うん。続けることとちゃんと終わらせること、ちょっとそれはちょっと嬉しい一面です。だから私的には3日とかしか続かない。なんかじゃあこれやろう、これ習慣にしよう、書く、
これ習慣みたいな、うん、書く3日だね。私もそこに365日の日記みたいなのあるんですよ、うん、5年分書けるやつ、うんうん、持ってるけど全然待ってないし、手帳も気が向いたらしか書いてないから。あそっか、私もノートとか一回なんか終わることあんまないです。ない、最後までない。それは意外だ、よかった。そういうタイプ、人間っぽいです。ガサツどれだけ人間っぽくないと思われてるのだろうか。なんかすごいもう完璧なイメージだから。全然私のことをよく知ってる人とかはなんかガサツだし、うん、なんか結構抜けてるし、なんかこうあの優しい目で見守ってくれる人が多いかも。へえ、うん、友達がたくさんいるイメージなの、あの、うん、海外国内外ともに、はい、なんか夜とかたまたまこうばったり会った時とか、なんか海外の友達のアテンドをしてることがすごい超アテンド、仕事にしようかなって思ってアテンドしてるんですよ。アテンドすごいしてるなみたいな、はい、なんかこれからどこどこ連れてきますとか、あ行ってらっしゃいみたいな、なんか会えたらみたいな感じになってるんだけど、はい、あとなんかこうみんなからこう愛されてるというか、なんか安定感のあるなんか愛され方をしてるなと思ってて、嬉しい。なんかそれってやっぱその人が持ってるその人間力というか、それに付随してくることじゃん。だからなんか自分のいいところ、いいところ、自分で思う自分のいいところ、いいところ、コミュ力高い。それ一個書いたの。そのコミット力の強さはあのどこからやってくるんですかっていうのをなんか聞こうと思ってたぐらいコミット力高いよね。うん、あと4つですか。え、5つじゃなくて言ってないけど数えてないけど、あの好きなだけ勝手に5個だと思ってました。なんだろう、でもなんか最近新たに出会うっていうことがあんまりないんですけど、うん、人といっぱい出会った時に気をつけてたことは、うん、まず自分を知ってもらう、うんうん、なんかよく電話とかカスタマーサービスでも最近多いのが、うんうん、私なんとかですけれどもお客様のお名前よろしいですかっていうのと同じで、うん、なんかすごい例えが、ね、なんだろう、大事だけどね、自分のことを知ってもらって、うん、でこう開けると相手も開けてくれるから相手にこうずかずか行くんじゃなく、まずこう自分を見せてこう相手を知るみたいなのを心がけてと、あんま隠し事とかもないですね。なんか裏表は多分ないと思うかな。あと嫌なことは忘れる。あ、大事考えるんですよ、もうすごい考えて一晩ぐらい、うん、寝るとなんか死なないしいいやみたいな。そうね、最終的にそうだよね、はい、あとなんか周りに本当に大事な友達がいるから、うん、本当それこそいいちゃんとかみたいな、うんうん、親友とか彼氏もそうだし、うん、がいるから、まあ、そこがいれば例えば友達関係とか人間関係に悩んでも、うん、まあ、この子たちは一生味方してくれるしいいやって思える多分環境が自分にあるから、うん、結構なんか捨て身じゃないですけど、うんうん、なんかトラブルとか起きても、うん、まあいっかって、うんうんうん、最終死なないしみたいな風に思うようにしてます、うんうん、かなちゃんは知識が豊富っていうイメージなんですね、私は、うん、ありがとうございます。なんですけど得てる情報源は何ですか、おすすめウェブサイトやアプリがあれば私は知りたい私は知りたい なんだろうな。でもやっぱまあまあまあスマホもあるけど、あとなんだろうな、結構カルチャーが好きっていうか、そのじゃあ例えば、うん、これが流行ってます、じゃあこれやってみようとかこれ着てみようとかっていうことの前に、これ流行ってます、なんで流行ってます、どっから来てますが結構気になるっていうか、やっぱその興味があることとないことの差がはっきりしてるから、興味があることに対しては結構知りたいの。例えばオーガニックのコスメも好きだけど、そのオーガニックのコスメも、あ、じゃあなんかこれが安いからこれとか、これが流行ってるからこれっていうよりは、
長く続いてほしいと思うブランドにお金を落としたいっていう派なの。なんか素晴らしい。なんか本屋さんとかお花屋さんもそうなんだけど、例えばコーヒー屋さんでもそうだけど、そのお店とかその例えば人もそうだけど、なんかその人が持ってるスタンスとかスタイルとかに共感ができたりとか、ここに長く続いて これが長く続いてほしいと思うところにを選びたいなと思ってて、だからなんか結構調べる。オタクなんだと思う。オタク気質なんだと思う。調べ物とかもよくするし、それはなんかあのイメージしてるかなちゃんです。あ、なんか、うん、とかそういう、そういうので、だから知らないことに関しては本当に何も知らないよ。だからそれこそこの間すごい盛り上がったバチェラーの時とかはえ、バチェラーって何ですかみたいなちっかり見始めた。見始めましたあのスナチャをかなちゃんがまだ使ってて、うん、あの情報を見てる、その雑誌とかのコンテンツを見てるって聞いて、うん、すげーって思って、それでなんか知りたかったんですよね。どういう、そういう、それ以外にどういうのを見てるんだろうと思って、いろいろやっぱ情報を持ってるとか情報を知ってるイメージ、参考にしてるっていうか、よく見てるとことかだとリファイナリー29とか、あとはメンリペイラとか、あとは、インテザグロスとか、グロッシェ あの創業者の人が、グロッシェわかるでしょブランド。そうだよ、絶対知ってる。リアリティショーに出てた女の人が創業者なんだけど、でその人のなんかビューティーブログとか見たりとか、リファイナリー29とかだと結構ポリティックな、その政治っぽい話から、例えばなんかビューティーの話とか占いとかも書いてあるし、なんかそういうバランスよくまとまった、なんかビューティーだけとかファッションだけとかそういうものよりもライフスタイル、なんかガッチャンコしてるサイトが好きか、はあ、見てみよう。